今日も乗せます。今日はフットワークやります。皆さんからの要望が多かったんでフットワークやりたいと思います。よろしくお願いします。フットワークやります。でフットワークは基本的に、まあ、こうだったり、こうだったり、まあ、いろんなこういうこうだったりこういう動きがあるんだけど、はい、ご注目。フットワークをやるときにこれほとんどの人ができてません。フットワークをやるときにだいたいここね、センターの、まあ、ここはこういう風に感じあって、ここにまあ自分が立つけど、今この円状の中だけ音が鳴るようにしてください。その意味はここで音が鳴る分は全然大丈夫。今言ってるのはここで、ここで、前もここで、これダメ、これはダメです。できるだけここで音がどんだけ鳴ろうがそれは絶対ない。でも着いた時はじゃあこれ音鳴らして、音鳴らないよ、音鳴らないよ、音鳴らないよ、音が鳴らないよ、ここで鳴る分、ここで鳴る分、ここで鳴る分には出てくる。でもこの最後の足をここで音が鳴っちゃうのはダメ、ダメです。最後にはしっかり足持ってくる、こう音鳴らないよ、音鳴ってないでしょ。ちなみに僕今多分95キロぐらいです。95キロ、100キロとは言いません、95キロです。多分最近測ってないか分かんないですけどね、食べ過ぎました。で95キロある人が動いてくる、音が鳴らない。最後、音鳴ってないでしょ。音鳴ってないでしょ。音鳴ってないでしょ。最後のここで、最後のここで、これダメ。これ気をつけてください。フォア前。フォア前。今こちらトレーがあるけど、この中ではいくらこう音が鳴っても、でもこれを出たらなるべく音を鳴らさないように、なおかつスピードは速い、これだと音鳴る、絶対音鳴るじゃなくて、なるべく細かいステップを入れて、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 ここの音とここの音が、こっちの音の方が大きければ、そういう意識。ここの音がないのに、これダメ。なんでダメかっていうと、自分がここで力を足に入れたときに、まずここが安定しない。プラス、ここから自分が前に出るときに、最後の最後で、基本的に、なんていうかな、ここで 100% の力を使って、100から70っていう感じかな、100から70、スピードを落とす感じ。ここでギアを入れて、落とす。ここでギアを入れて、落とす。ここでギアを入れて、落とす。そうすると、ここが取り終わった後に、ちょっとの安定してし、その後の戻りも早く。こういうイメージでやってください。ここでどうやって足を動いていいか分かんない人、たいっぱいいると思います。ここでどういうふうに足を力を入れていいか、こういう動き方が分かんないっていう人は、もう何も考えなくていいです。とりあえず足を動かしましょう。で、そこから。足を動かしましょう。で、そこから。自分がロビングを投げました、足を動かしてそこから、足をいつでも準備してそこから、こういう意識でね、やってください。はい、フォア横いきます。原理的には一緒ね、ここでもスピードが速い、
ここで音は。なるべく腰を落とす。腰上がっちゃう。体上がって、こうやってやってもいいの。上がってやってもいい。ちゃんとできるだけ腰を落として。腰を落として。こういうふうにやってください。バックヨーク行きます。さっきのフォアアウト一緒ね。ここをなるべく足止めない。足止めると絶対なるから。ここで足を止める、うまく蹴れないと絶対なる。ここでしっかり蹴る。ここでしっかり蹴る。しっかり蹴る。しっかり地面を蹴る。地面を蹴る反動を使って、それが止まって、こう。止まって、こう。これダメです。ちゃんと、こういった地面の反動を使って、地面の反動を使って、地面の反動を使って、こういう感じ。お願いします。はい、次は、バック前。バック前いきます。バック前も同じ。全部同じね。ここの中では音が鳴ってるけど、ここの外だったら、なるべく音が鳴らないよ。ここで音が鳴っちゃう。これだね。これ最悪。しっかりここの中で足を蹴って、足を蹴って、足を蹴って、ここで足、ここで音が鳴る分には大丈夫。この体を使いながら。で、中にはこうやって連続できない人いますから、中にはこうやって連続できない人いるんで、一回です。一回です。自分でここから、ここからスタート。こういう。こういう。きついよ、今の俺には。気持ちも切られよ。今の俺にはきつい。体力使うときついよ。これからね、機会がありましたら、ダイエット企画やるんで、皆さん見てください。ここからどうやって早く動いた方がいいかわからないと、かなり難しいです。かなり。なんでかっていうと、体の使い方、今やった通り、ここからこうやってスタートすると、ちゃんと自分で反動をつけてスタート、自分の体の重心をちゃんと使っていける、ちゃんと使っていける、その重心の使い方ができないと、ここからはスピード出ない、ここからはスピード出ない。自分でその前ちゃんと、自分でちゃんと動いた。で、よくあるのがホームポジション。これも YouTube のコメント欄にありましたけど、よくあるのは毎回どっかに自分が言ったのかな、毎回ホームポジションが違う。そういう話させてもらったことがあるんですけど、ホームポジションが今見てわかると思う。ここからここに行くと、ここからこういうふうなハンドルを使って、こういうふうなハンドルを使って、こういうふうなハンドルを使っていくの、どっちの方が早い。こっからこういうふうなのが早いでしょ。そう、早いでしょ。っていうことは、ここで構えした場合、ロビングを上げます。戻る必要ない。ロビングを上げます。ここでいい。ここなのか、ここなのか。これでホームポジション違う。こういう風にで、こういう風に。自分が上げた球に対して、上げた球に対して合わせる。だから毎回ホームポジション。こういう。多分これで意味が分からなかった人は少し分かると思います。はい、これ2パターンありますね。こうやっていって足を入れ替えるのと、こう飛びつきでこうやって打つ。まあ、こうやって飛びつきで打つのは男子の選手が多いですか。で、そうやってやる中で、これも一緒。できるだけここで足を鳴らす。ここで鳴らさない。
着地なるべく足を流さない。ほとんどそんな効かないでしょ。95キロ飛んでます。何笑ってんの。95キロが飛んでも本来は来られます。95キロが飛んだら本来はこうなります。その体を使います。しっかりここで足を出して、しっかりここで足を離して、こういう最後バックハンドの後ろ、ここは全く一緒、全く同じです。ここでしっかり足を蹴る、この子ね、これで鳴って、この音を鳴らさない、ここで蹴って、この音を鳴らさない、ここで蹴って、この音を流さない。しっかり蹴って、この音を。いいですね。うまいでしょ。はい。腰をしっかり落として、ここで。ネットね、ラケット出して、ラケット出して、そのままラケット出して、そのままラケット出して、そのまま、このイメージ全く同じで、ここから準備してラケット出して、そのまま足を持っていく、ラケット出して、そのままラケット出して、大丈夫、準備、体がこうならない、こういうやつだ。なるべくこう。なるべく。これが疲れてくると、体が少しずつ上がっていく。それはトレーニングで補ってください。なるべく体が上がらないように。今からショット打ちますけど、今回見てほしいのは足ね、足ちょっとは見なくていい、バドミントンでフットワークでなるべく意識してほしい。なるべく本当の試合で本当の試合に近づける動きをなるべく。それがみんなイメージが湧かなかったり、なんていうのかな、ちょっとフットワークをウォーミングアップじゃないけど、これもいい練習なので、そういう意識でやってもらえると身になると思います。バドミントンは基本的に目ありますね。構えた状態で目がちょっと落ちた時に目線が上から下に行くとまずコントロールできません。これみんな覚えてください。目線が下から上に行く分にはコントロールできる。目線がそのままキープされてる分にはコントロールできる。でも目線が上の状態で、下の球ね、下の球、目線が上から下にボール。それはまずコントロール難しい。それを覚えててください。やってみます。この状態で、こう。足は行ってるけど、まずコントロール難しい。コントロール難しいです。野球のキャッチャー、例えば
150キロのピッチャーが投げます。それを取るとき、立った状態から、ここにボールが来ます。それを座ってこう、キャッチ。かなり難しいです。みんな、こういう風に座った状態で、こういう風に構えて、そこからこの球を取れ。そこから上に来た球も取れ。これと同じで。考えればまたみんなわかると思うんですけど、そこまでみんな多分考えてないと思います。そこをできるだけ意識してもらってやってもらえると良くなります。なのでこれはダメ、これもダメ。しっかり腰を落としてこう目線が攻めてこの状態か、この目線がこうか、これは本当に重要なんで、レシーブが下手な選手、レシーブがうまくいかない選手、この目線がまず間違ってます。ラケットの出し方、ね、動き方、その前にまずみんな目線をちゃんと気をつけるように。目線をちゃんと低い状態でキープしてて、そのまま動く部分、全く問題ないです。目線が上から下は、下から上は、大丈夫かな。これを理解してもらえると、下から上は OK。上から下はダメです。お願いします。わかりましたか。で、今やって、この、速い2ステップ。これはなかなかみんなできないっていう人多いんですけど、この練習方法は今度また載せます。大事なのはここのセンターの付近では足の音がいくらなっても大丈夫。でもそのね、6箇所、1、2、3、4、5、6、その6箇所の角のところは音がなるべく鳴らない。そういう意識でやってください。終わります。バイバイ。